こんにちは、まひまひぶんぶんのたくちゃんとたくちゃんのお母さんです。今日はたくちゃんに今年一発目のドッキリをちょっと仕掛けていますので、何が起こるかご覧ください。たくちゃんは自分でお座りしたりこう移動したりすることができないので、もちろん公園へ行っても一人で遊具では遊べません。大好きなブランコも今までずっと抱っこで漕いできたんですけど、なかなかね障害児用のブランコっていうのが障害児の公園っていうのがないので、ちょっとひらめいて手作りでお家の中にこうブランコというよりは宙に浮く受ける宙に浮く体験ができるこういうものを手作りしました。お兄ちゃんが使っている分懸垂器にこういうアウトドア用の吊り下げのこのロープを買いまして、でこのハンモックを買ってつなげてみました。これ自体はもう秋には完成していたんですけど、ちゃんには見せず隠してきました。今からタグちゃんがこれを見てどんな反応するかワクワク。ではレッツゴー。乗せるのがちょっと大変かな。よいしょ。あれ。せーの。行くぞ。メガネが邪魔だ。乗りました。ひもお家でブランコいい感じ、こう、うん、あ、こぎたい。上手？うん、上手。たくちゃん自分で漕いでます。足がね、映るかな。足はこんな感じで地面から浮いてます。腰もほらこんな感じでハンモックの中に入ってます。欲しかった。欲しかった。うん、また多く、小たちがこれ、え、多くとこれ、あ、多くと姫ちゃん、うん、しよった。楽しいな。うん、楽しい。楽しい。うん、よかった、気に入ってくれて嬉しい。嬉しい。なんてはいい、これ気持ちいい。気持ちいいの。寝てもいい。寝てもいいよ。
年始早々のドッキリ大成功でした。たくちゃんが喜んでくれたので私も嬉しかったです。